ケルクアンは北東チュニジアのボン岬の近くにあったカルタゴの都市である。このフェニキア人の都市は第一次ポエニ戦争の間に放棄されたと見られており、ローマ人によって再建されなかった。この街はほぼ400年間存在した。一部分が破壊されるにとどまったことであまり一般には知られていないものの、ケルクアンは古代カルタゴの最良の遺跡になった。発掘の結果、 この遺跡が紀元前4世紀から紀元前3世紀のものであることが明らかになっている。建物の配置がはっきりわかる遺跡のここかしこに多くの家の壁が残されている。またファサード状の夕食の粘土も数々残っている。個々の家は緻密な都市計画に基づいて標準化されている。聖壇には中列が設けられており、また小さな中庭にはモザイクが見られる。 単純なモザイクの縁石、ドアステップ、敷居、床は至るところにある。現在も考古学者はケルクアンの発掘を行っている。しかし、最良の部分はすでに発掘済みであると考えられている。ケルクアンはカルタ語、ハドルメトゥム及びウティカと共に最も重要なフェニキア人の都市のうちの一つであった。ユネスコは1985年にケルクアンの古代。 カルタゴの町とその墓地遺跡を現存する唯一のフェニキア人、カルタゴ人都市の遺跡と判断し、世界遺産に登録した。ありがとうございます。